皆様、ようこそお越しくださいました。前期と申します。今回ご紹介させていただきますのは、MS ジェネラルさんから発売しております、対抗棒シリーズ、国旗、雷神将でございます。このところ、発売しているメーカーがどこなのかよくわからない問題っていうのが個人的にあったんですけれども、例えば今回のキットにつきましても、パッケージ左上、こちらにメーカーさんのロゴがあるんですけれども、ネットの方でいろいろ調べてみますと、この商品、MS ジェネラル社っていう表記が結構多いんですよね。っていうか、そればっかりなので、そんなことにあれこれ悩むのもなんかあれなので、いわゆる MS ジェネラルさん、召喚機シリーズの系列だということで、もうその一括りでご紹介していこうと思います。で、今回ご紹介するこの国旗雷神将なんですけれども、対抗棒シリーズ第2弾となっておりまして、第1弾の方が妖禅。こちらのキット、私のチャンネルで過去にもご紹介したことがあります。ただ、妖禅につきましては、カラーが2種類ありまして、両方ともご紹介しております。で、今回のこの国旗雷神将につきましては、どうもそういったリカラキットはないっぽいですね。では、改めてパッケージとかご紹介してまいりますが、正面がこんな感じになっておりまして、右側に、この女の子が雷神将ですね。で、奥にありますバイクが国旗。左下の方に、ブラックバイコーン、サンダージェネラルというふうに書かれております。で、この国旗とか雷神将についていろいろ調べたんですけれども、方針演技に登場するキャラクターなのか神なのかっていうことはちょっとわからなかったんですよね。もしご存知の方がいらっしゃればコメントで教えていただけるとありがたいです。で、箱ですけども、こんな感じでそんなに大きくない。このシリーズ前段の妖禅とそんなに変わらない、ちょっとこちらの方が大きいぐらいですね。で、手前の方がこんな感じになっておりまして、まあ、塗装されてるかどうかは正直わからないんですけど、完成品の写真ですね。こんなペタン座りをして可愛らしい顔しております。で、これがバイクにまたがった状態。で、右っ端が。で、このバイクを分離変形させて女の子に取り付けた武装状態の写真が載っております。ちゃんと日本語の訳文がついてるのもいいですよね。国麒麟、黒麒麟ですかね。は、武装モードに変形なれ。雷神と合体することができる。まあ、翻訳が少々あれなのはご愛嬌ということで、前段の妖禅と同じく、こういったギミックがあるってのは結構楽しめますよね。で、側面がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら。こちらがバイクの状態と女の子の状態。で、右側に3つの枠があるんですけれども、これはこのキリン頭部のこの稲妻みたいなところですね。下の方がつるんとなってて、真ん中がビリビリで、上が超ビリビリってところでしょうか。真ん中と上についてはそんなに大きな違いではないんですけれども、こういった選択式のパーツもあるようです。で、あとは注意書きとなっております。では、中身の方もご紹介していきたいと思います。この対抗棒シリーズ、Amazon とかの方にもいくつか潜在画像が出てるんですけども、この国旗雷神将以外にも、まだサンプル状態だけの写真もちらほら散見されるので、まだまだこのシリーズたくさん出るのかなって思うと、そちらの方も楽しみです。で、まず、紙類は最後にしておきまして、まずはこちら、こんなカードが入っております。今回の国旗雷神将のパッケージラストと同じやつですね。裏がこんな感じになってるので、QR コードが載っております。で、パーツ類ですけれども、まずこちらの方が、ベースパーツ。担保印刷済みのものは合計4種類。で、あとは担保印刷されてないのは2つと、この赤いパーツですね。これ見た感じ、この赤の成形色じゃなくて、なんか全部赤で塗装した、なんかのパーツですね。国旗の銘かもしれません。で、こちらの方が、頭髪のパーツと、フレッシュの太ももとかのパーツ。で、こちらに、若干の、アイデカール。で、こちらの方が、ゴールドの全塗装したランナー、中国製キットあるあるですね。反対側に PVC 製のハンドパーツ。で、こちら同じく、全金塗装のランナー、同じもの2枚ですね。でも、ランナーごと塗装ってのは綺麗でいいですよね。で、こちらの方が、バイクの車輪ですね。同じランナーが2枚ありまして、この赤いところは部分塗装されております。で、こちらの方がシルバーの、多分これも全塗装ですよね、ランナーごと。ゲート跡がどこに来るのか若干気になるところなんですけども、こういったランナー全塗装って個人的に非常にありがたいと思っております。で、さらにこちらの方も、金の全塗装ランナー。反対側が例の国旗の角の部分ですかね。結構濃いめなんですけど、これ全てクリアパーツとなっております。で、あとこちらの方に車輪のパーツとか、あとこちらの方に、これ女の子の腕とかのパーツですかね。お尻の部分、この木のところも部分塗装されております。で、こちらの方が膝の二重関節ですかね。あとは手首のジョイントとか、反対側にフレッシュカラーのジョイントパーツ。で、こちらの方が、これは国旗の方かな。このところも赤く部分塗装されていたりします。反対側もこんな感じになっておりまして、マットな感じのブラックになっております。で、これが最後のランナーで、これもゴールドの部分塗装とか、ここも赤の部分塗装。結構部分塗装豊富ですよね。パーツはこれで以上となります。女の子キットと変形合体するバイクキットということで、遊び応えはかなりあるキットだと思うんですけれども、そういったギミックがあるにしてはそんなにべらぼうに多くない、結構作りやすい分量のキットじゃないかななんて思います。そして最後作り方の説明書。国旗&雷神将といっても表紙は対抗棒だけですね。で、中の方に参りまして、完成品の写真とか、なんかこんなランチャーみたいなの構えてますね。
で、ここにも性別、女性とか、奇獣、まあ、奇獣の獣、獣ですね、のが国旗。で、名前が雷神将とか書いてあります。ここにも説明、日本語で書いてますね。で、こちらいわゆる素体状態のフロントとリア、フェイスパーツは4種類。で、ここですね。まあ実際これについてはきっと作った後でご紹介した方がいいと思うんですけども、この太ももの部分ですね、ここにこういう風に、いわゆる体操座りみたいに太ももを曲げるようなことができる、こういったギミックがあります。これそうじゃない太ももも同梱されております。で、これが神獣の国旗。顔の部分がまんまですけども、なかなかかっこいいデザインしてますよね。で、次のページも同じく完成品の写真で、これはバイクにまたがった状態、横に佇んだ状態ですとか、これが武装状態。思っていたよりも重武装というかごっつい感じになってますよね。で、次のページがパーツリスト。各パーツ頭についてますよ点は私の方でパーツに欠品がないかどうかチェックしたものになります。こちら側と、こちら側。まあまだ分量に見えますけれども、結構作りやすいんじゃないかななんて気もしております。で、次のページから作成が始まりまして、まずは頭部の組み立て。頭髪が複数のパーツで構成されてますけれども、特に難しいことはなさそうですね。で、ボディの作成。で、この腰周りの可動とか肩周りの可動ですね。見た感じ、この辺の構造とか、どんな風に動くのかってちょっと楽しみですよね。で、腕部の作成左右ですね。作って、次のページで今度は脚部。ここですね。この太ももの形状。この写真ではお分かりいただけると思いますけども、いわゆる前段の腰前とか、一般的な美少女プラモデルっていうのは右側で、今回のキットには左側のように、この部分に可動がある太ももなんですよね。この4の、3と4の工程でそれを作ってますね。で、4の5番については通常の太ももパーツ。ただこれについても合わせ目がないワンパーツっていうのは嬉しいところです。で、すねから下を作っていって左足の完成。この同じように右足を作成。全体を連結して、まあ、いわゆる素体状態と言いますか。これ、モンチューって思うんですかね。あ、これがキャラクターの名前ですかね。が完成します。で、次のページで武器の作成。この武器っていうのがパッケージの正面で持ってた。要は、これですね。この部分をここで作成しております。で、次にこれがバイク側の、言うならば国旗の頭部ですかね。こんな風に作っております。結構パーツも細かいです。で、ここで角の選択があります。角って言っていいんですかね。があって、次のページで頭部部分が完成。で、ここから前輪部分ですね。まあ、変形と言いますか、合体と言いますか、そういったギミックがあるので、パーツが結構細かく組み込まれてまして、まあ、どこがどう動くのかっていうのは、この説明書の段階ではよくわかんないですね。まあ、完成した暁にいろいろご紹介したいと思います。で、こんな感じに作っていて、これで国旗ボディの完成とはありますけれども、前輪しかないので、今度ここで国旗の尻尾ですね。尻尾とは書いてありますけれども、タイヤがつきますので、とはいえなかなかなボリュームになる気がします。で、こんな風に車輪部分を取り付けていって、それ以外にも、こんなこれこそ尻尾ってのを作って、これで尻尾部分が完成。で、この次に先ほど作った本体と尻尾を接続。で、さらに追加でいくつかのこんなパーツを取り付けてます。この9の6と7とかなんかトゲトゲして手裏剣みたいなのを作ってますよね。次のページで、さらになんかブレードみたいなのを作って、これらのものを本体に接続して、最後にこの国旗の頭部をつけて、バイクの完成。で、乗せる時にはこの角みたいなところを一旦外して腕で持たす感じですね。で、こちらが武装状態の変形方法ですね。この辺の工程はすべて国旗の分解してますね。この分解が結構長い手順、ここもそうなんですけども、ずーっと続いておりまして、かなりバラバラにしております。ここで軸の向き変えております。で、ここで追加のパーツっぽいものを作ってまして、で、次のページでバラバラにしたものをようやくここから組み立てていくって感じですかね。まあ、これまた見てても何が何やらよくわかんないんですけれども、結構細かくパーツの向きを変えたり接続したりという風で工程長そうです。で、ここで専用の頭部の作成になってますね。で、次のページで、その頭部に、これ国旗の縦紙の部分っぽいとこですかね、を取り付けて、頭部飾り。で、これが先ほどご紹介した手につける、なんかシャラシャラシャラみたいな例の武器ですね、を作ってて。で、本体の方に脚部とか頭部を取り付けて、で、こちらの方でも肩とか腕に武器を取り付けてます。で、残った国旗のパーツを、こんな風に組み合わせたものを、背部にマウント。で、さらに追加のボノを取り付けて、これで武装状態の完成になります。で、最後のページは、セリフが一切ないんですけども、こんなカラーの漫画になっております。なんか、国旗に乗って疾走と荒野を走っていて、で、ここで登場するのがなぜか妖精なんですよね。で、国旗を変形して装着した状態で、ここで不敵な笑みを浮かべて、妖精とバトルをしている、こんな漫画になっております。説明書以上、こんな感じですね。では、早速作成して、完成品の状態、ご覧いただきたいと思います。
何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。今回のキットにつきましては、デカールはアイデカールしかありませんでしたし、本体のカラーリングにつきましても無塗装パチ組で組み立ててあります。ただゴールドとシルバーのパーツで、ランナーごと塗装されていた都合上、ゲートアとか表側に来てしまうところについてのみちょこっとだけレタッチしてあります。では付属品や交換パーツからご紹介してまいります。まずはフェイスパーツ。今本体についてますのが正面向きの通常顔ってとこですかね。それ以外に3種類。まず左の方からこちらが、キリッとした顔ですね。特に口は開いてません。で次にこちらが、悲しみ顔ってとこですかね。ちょっとこの頬のとこ紅が入ってて、悲しげな表情となっております。で最後こちらが、キョトン顔ってとこですかね。まあ、ほうけたようにも見えますけれども、個人的には今回のフェイスパーツの中でこれが一番可愛いんじゃないかなと思っております。以上、フェイスパーツは単本一冊目のものが合計4種類付属します。続きまして、ハンドパーツ。今、本体についてますのが開き手、それ以外に4種類。結構このラインナップ、今回結構変わってるんですよね。上段、左の方から、まずこちら真ん中に穴が開いたグリップ持ち手。で、その隣が何かの持ち手というか、掴み手ってとこですかね。何か今回のキットの中で持たすことができるというわけではありません。で、その隣が V サイン手で、最後は指差し手。いわゆる穴の開いてないグッと握った握り手とか、そういったものがなくて、ちょっと変わったラインナップですよね。以上、ハンドパーツは合計5種類が付属します。続きまして、太ももパーツ。今、本体の方はこちらですね。こちら、ガーターベルトがあるような太ももになっているんですけども、ここの部分に可動があります。で、もう一個ありますのが、こちらの可動のない太ももパーツです。この太ももパーツにつきましては、中にこう軸はまってますけども、外側についてはワンパーツで構成されていて、合わせ目がないという仕様。前段の腰前もこうでした。やっぱ合わせ目がないってのはいいですよね。この太ももパーツ、当然ですけれども、こちらが左右一対。続きまして、脚部パーツってとこですかね。要はこれですね。膝のところが二重関節とか横側にピン穴があるっていうのは、今本体につけてあるものと同じなんですけども、長さがですね、ここの上のゴールドのラインで揃えてみますと、こんな感じで、下ですね、5ミリほど短くなっております。まあ、正直現状の頃は長い方の脚部でも、等身バランス非常に良いので、特に問題ありませんし、まあ、あえて私の場合、この短い脚部を使う必要性はないと思うんですけれども、例えば他におもちゃのキットとか、全体的な身長を揃えたいとか、ちょっと小さめにしたいというための選択肢の一つですかね。ただこれまでこういった美少女プラモデルたくさん作ってきましたけども、あえて1個のキットの中で足の長さを変えるっていうのは珍しいですよね。ちゃんと膝の部分、二重関節になってて、可動も良好です。当然のことながらこちらも左右一対。で、本体の横に置いております。このパーツですね。これは武装用の頭部にするための頭髪パーツやら何やらです。多くの美少女プラモデルの場合、武装状態にするときに前髪部分だけを変えるということが多いんですけれども、今回のキットにつきましては頭髪全部を変えます。しかも分割されているものですから、頭髪だけで6個、頭頂部につく飾り物でもう1個ということで合計7個あります。まあ、これは後で武装状態にご紹介するときにご説明します。では、隣のこのバイク、黒キリンですね。こちらの付属品や交換パーツをご紹介していきますと、まずこちらの濃いブルーのクリアパーツ。これはこの今一番トゲトゲしいものを角状に頭部につけてありますけども、基本的な構造は同じです。例えばこちらで言うと、本体につけるピンがあって、一回上がって下がって、で、後ろに行って2本のパーツがついているようなこんな構造なんですけども、こちらは今あるものよりも若干こうトゲトゲしさがないもの。これが左右一対。次にこちらの最もつるんとしたもの。これは女の子をバイクに乗せた時に、ちょうどここの部分ですね。ここに握り手を持たして、バイクのハンドル代わりにするための、角というか、クリアパーツなので、電撃ってどこになるんですかね。こちらが左右一対。最後、こちらのこのグレーのパーツなんですけれども、説明書の中の武装状態で腕についておりました円形のものが連なった、ムチ状の武器ですね。あちら、本来のものっていうのは今この前輪と後輪のホイール部分に格納されております。こういった円盤状のものが4つ重なった状態のものを折りたたんだものが入っているんですけれども、それを中に格納せずに外に出した時に本体側に取り付けるこれが簡易的な、代替ホイールパーツってとこでしょうか。こちらが2つと、これは今前輪側が4個のリング、後輪側が4個のリング、それぞれ連結することもできるんですけども、さらにこの追加で4つのパーツをつなげることによって最大12個の非常に長い、リングというか、ムチ状することができる、追加パーツってとこですね。ちなみに今、車輪の中にはこういった形状のものが、こんな風に軸をずらしてぐるっと回して、こんな円筒形な状態で今、ホイールの中に格納されております。では、雷神将、文中。先ほど説明書の中では、文中なんていう風に間違って読んでしまったんですけれども、改めて文中で調べてみましたら、方針演技に登場するキャラクターで、詳しい設定はわからないんですけれども、対抗棒と対決するシーンがあるとかないとか、要は敵のキャラってとこですかね。そんな設定だったようです。では、まず先に、いつもやっております。大きさの比較してみたいと思います。ちょっと真ん中にこの雷神将、文中立っていただきまして。
いつもこういった時に使用しております、ことぶき屋さんの女神デバイス初期の素体とフレームアームズガールアーキテクトを両側に並べますとこんな感じになっておりまして、ちょうどこの2種類のキットの真ん中ぐらいの身長ってとこですかね。ちなみにバンダイさんの30ミニッツシスターズリシェッタをちょっと真横に並べてみますとこんな感じになっておりまして、大きさとしてはほぼリシェッタと同じぐらいですね。ただリシェッタは30ミニッツシスターズの中で最も大きいので、それと同じってことを考えると気持ち小さめかもしれません。でさらにこの対抗棒シリーズの前段でもありました陽膳ですね、あちらを並べてみるとこんな感じになっておりまして、こうやって見ると陽膳が結構大きいんですよね。同じ対抗棒シリーズですけれども、そのラインナップでこの身長差っていうのはもしかしたら方針演技の設定に忠実にしたのかなっていう気がしないでもないんですけれども、ただまあこうやって並べてみますと一般的な美少女プラモデルとほぼほぼ同じスケール感だなっていうのがお分かりいただけると思います。では文中本体の方ご紹介していきたいと思います。まあ、この動画の中では文中と呼ぶべきなのか雷神将の方がいいのか悩むところなんですけども、お顔こんな感じになっておりまして、結構穏やかな表情で、しかも頭髪がこの無造作ヘアっていうのもあって、なんか非常にいい感じの可愛らしい顔になってるんですよね。これはこの手の美少女プラモデルの中でもかなりクオリティは高いと思います。では上の方から順に稼働も含めてご紹介してまいります。ちなみに今回のこのキット稼働かなり凝ってるというか独自性があります。まず頭部ですけれども、髪の毛に稼働はなくって、頭部側がボールジョイントで、首の付け根が前後稼働なんですけども、この前後稼働についてはパチッとはめ込む前後の軸ですね、この顎のところにちょっとくぼみがありますけども、あそこの部分ではまっております。それを利用して前がこのぐらい、後ろがこのぐらい、結構大きく稼働できるんですよね。ここの部分ちょっと隙間見えちゃいますけども、それを隠すためのこの首の部分の飾り物、これもいい感じでこの場所に配置されていると思います。で肩腕周り、肩はボールジョイント、本体側の受けに特に稼働はなくて、このままぐりぐり動きますし、横方向についてはこの干渉を避けてほぼグイッとはいと挙手できるぐらいまで上げることができます。でこの色の変わっているところにロールがあって、肘については二重関節グイッと曲げればほぼ人間ぐらいまで曲げることができます。で手首は可動軸ジョイントぐるぐる回りますし、角度についても大きく変えることができます。で次に胸部胸回り、ここの可動が結構凝ってましてね、ボールジョイント接続であることに変わりはないんですけれども、腹部側のに組み込まれている可動というのがクランク状になってまして、これ今押し込んだ状態です。ここの状態から上に胸の部分を引き上げますと、こんな風に上に少し上げることができます。この角度で見るとちょっと後ろ透けて見えるので、ちょっと分かりやすいかもしれませんね。この辺りですね、隙間も見えてます。こうすることによって、前とか後ろ、可動範囲かなり大きいです。まあ隙間いちゃいますけれども。で、ジョイントの先端がボールジョイントで強度として刺されてますので、ここの部分でこう左右に傾けたり、多少こうねじることもできるようになっております。で次に股関節、足回り。ここがもっとすごいんですよね。まあこれ太ももについては一目瞭然だと思うんですけれども、まあ先にこの股関節部分をご説明します。股関節は横一本の軸で両端がボールジョイントで太ももが刺さってまして、その軸の部分ですね、引き下げることができます。今これ押し込んだ状態なんですけど、この状態から両足を一緒にこんな風に少し下げることができます。で、さらにですね、このいわゆる腰部のこのおパンツみたいな部分、これもさらにこの位置からこんな風に引き下げることができます。脚部だけ引き下げることができるキットってのは多いんですけれども、腰まで引き下げるってのは結構珍しいですよね。でさらにここでご説明しますと、この太ももですね、ここの部分分割されてまして、このガーターベルト的なところ、これが軸になって、下半分がこの位置からこのように前側に曲げることができます。でさらに股関節の可動と腰部の可動、この全部の可動を一気に利用してこの腰部の部分を曲げていきますと、この状態からグイーッとこんなところまで、もう肩の上まで足を持ってくることができます。まあさすがにここ人間では稼働しない箇所なので、ここを動かしてしまうと違和感があるかもしれないんですけれども、ただ稼働範囲としてここまで持ってこれるっていうのは凄まじいですよね。で先ほどもターンテーブルでここの稼働を利用した、要は膝立ちと言いますか、なんか水着ブレビアのアイドルさんが浜辺で撮りそうなポージングやってみたんですけれども、ああいったポージングにつきましても、めちゃめちゃこの股関節を引き下げるわけでもなくって、ここの可動があることによって自然に太ももを上げて膝を曲げるというポージングができるっていうのはかなり画期的というか、他に類を見ないので、正直今回のキット一番の売りというか個人的にすごいなと思ったのは、この胸部の可動であったり股関節の可動、太ももの可動、この素体側の方にこのキットの魅力結構詰まってるかなと思います。で引き続き脚部ですけれども、このゴールドのところにロールがありまして、膝は二重関節グイッと曲げてかなり大きく、ほんと正座できるぐらいまできちんと曲げることができます。で最後足首、まあ、ここもちょっと変わってるといえば変わってるんですよね。この状態で後ろとか
まあ、いわゆるカードジョイントっぽい構造なんですけども、ジョイントの外側にこの3ミリの穴があるという感じですね。で、つま先はこの先端部分、こう突起出てますけども、ここの部分でつま先全体が刺さってまして、ここを主軸として足裏をこんな風に内外に傾けることができます。足を大きく開いてもぴったり設置して立たすことができますし、かかとについてもこんなピンヒールですけれども、先ほどもご覧いただいた通り、特に展示ベースもなしできちんと自立して立たすことができます。では次に、クロキリン、バイクですね、の方をご紹介していきたいと思います。それが、こちらですね。結構ごついと言いますか、まあ、頭部ががっつりここにあるので、ものすごくわかりやすいバイク形態ってとこじゃないでしょうか。で、こちらも、稼働するところ若干ご紹介しますと、まずこの頭部、首丸ですね。まあ、これは、あんまりぐりぐり動かす必要はないと思うんですけども、頭部のここの部分を下げたり、上げたり、根元の部分を少しこんな風に角度変えることができます。前輪と後輪の車輪なんですけれども、一応回りはしますけれども、シャーシャー回るわけではありません。あくまでもこの位置に固定するためにピンで刺さっているって感じですね。で、あとは、まあ、これは武装状態でご紹介した方がいいと思うんですけども、この横側のこのカウルというか外装部分ですね。下側のゴールドのパーツ、こんな風に前側に伸ばすことができます。まあ、これは武装状態の時にサイドスカートっぽくなるので、まあ、その時に伸ばすべきなのか、このように前まで持ってきて、バイク形態でこんな鋭いサーベルというか、ブレードのようにして、まあ、外側にこう展開させて、少しこんな風に開いておいてもかっこいいんじゃないでしょうか。で、この尻尾の部分、これも根元も含めて計4箇所可動がありまして、根元の部分で上下とか、ここの部分とか、この部分とか、ここの部分で可動させて、こんな風に尻尾の向き変えることができます。で、後輪も同様ですね、シャーシャー回るわけではないんですけども、一応回りはします。で、後輪の外側についてます、このトゲトゲしいもの。繊細画像の中ではここについてない状態だと思うんですけれども、これはこんな感じに、シャー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 回すことができます。まあ、これについては本来、こう外しておくべきものだとは思うんですけれども、一応ここにバイクスタンドがあるとはいえ、これを取り付けることによって、このブレード部分が結構車輪と対して同じぐらいの大きさなので、このスタンドを畳んでおいても、汚れた自転車の補助輪ですね。それみたいな効果があるので、この状態でもこんな風に転倒させずに立たすことができます。バイクに乗った状態で飾っておくことを前提に考えると、この補助輪みたいなこのブレードですね、まあ、付けっぱなしにしておいても問題ないですし、むしろその方がかっこいいんじゃないかななんて思います。では最後に、フル武装状態の方をご紹介していきたいと思います。とはいえ、変形というよりもこのバイクをこれでもかというぐらいバラバラにした上で本体に装着していきますので、まずはこのバイクを分解するところから、まあ毎回説明が長くなってしまうんですけども、可能な限り手短にご紹介していきたいと思います。まずこのバイク本体の方を大きく3分割させます。まずは、この首の部分ですね。この部分を根元のところから、この位置で外しておきます。で、次に、このバイクの、この座面の部分ですね。真ん中で分割して、左右それぞれ外しておきます。で、結構これ大きなパーツなんですが、これ実は余剰パーツになってしまいます。で、反対側も外しまして、ここのパーツですね。これがストッパーから出てますので、このパーツを外します。こちら側と、これは利用します。反対側も同じように外しまして、そうすると、ここのジョイントで前側と後ろ側を外すことができます。では、大きく3分割としましたので、まずこの首の部分から順番にやっていきたいと思います。ちなみにこのトゲトゲの部分ですね。これは一切使用しません。これを外しておいて、次にこの頭部部分、ここだけを外します。こんな感じで、これは利用します。で、次に、この首の部分ですけども、外側のこの走行パーツ。まず一番上側の大きいもの。で、次にこちら2つで1個になっているところ。これも外します。で、真ん中の3列ありますブレードのうち、後ろ側の2枚ずつですね。反対側計4枚ですけども、これも外します。1枚目と2枚目。で、反対側も同じように外します。外しますとこんな感じになります。で、これ結構ここ使いたいパーツも残ってると思うんですけど、これは丸ごとこのまま余剰パーツになります。次にバイクのこの前側ですね。こちらやっていきます。まず側面についてます。この先ほど点火したブレード。これを外しておきます。左右ともにですね。で、その後で、この上から見た時に、ここの真ん中のパーツ、両側のバーで固定されてますので、このバーを根元のところと、この先端のところですね。2箇所でこちら外しておきます。これは利用します。真ん中のパーツを外して、反対側のこのバーも外しておきます。そうしましたら、1箇所、2箇所、3箇所固定されているこのフロントフォーク部分ですね。ここの部分で左右それぞれ外して、一旦これは置いときます。で、車輪を外して、先ほど話した車輪の中ですね。ここの部分にバンブン取り付ける例の円形の武器が格納されておりまして、こんな風に引っ張り出しておきます。まあ、出すのが面倒であれば先ほどご紹介した代替パーツ入れとけばいいと思います。で、このタイヤは余剰パーツです。で、反対側の方から、こちらからこの真ん中のこの銀色のパーツ、
を外して、これも余剰パーツです。で、ここのエンジン部分っぽいところ、これを外して置いておいて、で、これで両方のフロントフォークが取れたわけなんですけども、これもさらに分解します。まず、ここの見るからにつま先の部分と、この上側の膝当てパーツ。で、側面のここのパーツですね。と、この黒いパーツ。で、さらに、このシルバーじゃなくて、この黒をですね、こちらのパーツを使用します。このシルバーは余剰パーツになってしまいます。で、反対側も同じように分解しますと、こんな感じになりまして、ここに取り外したパーツが置いてあります。で、これは余剰パーツですね。で、最後にこちらの後輪部分やっていきます。まずはこのシャリの外側についているこのトゲトゲしいもの。これを左右外しておいて、で、尻尾はこのままでいいんですけれども、これも同じく、この車輪を固定する軸の部分ですね。これから車輪をこんな風に取り外しておいて、こちらですね。で、これも車輪を外しますと、中に例のリングの武器が入ってますので、これも出しておきます。で、車輪は余剰パーツです。で、こちらの方からも反対側から、このサスペンションっぽいところを外して、これで一通り全ての分解が完了しました。トリセツの中ではこの尻尾も外していたんですけども、結局こう反対向きになっても同じ場所につきますので、まあ、これはこのまま付けたままにしておきます。ここから一部パーツを組み合わせて、前もって組み立てる走行にしておきます。まずはこちらですね。フロントフォークの根元あたりにあったパーツなんですけども、この黒いパーツをここから外して、で、さらにこのシルバーのパーツなんですけども、後ろ側のちっこいパーツを利用します。実はこれも余剰パーツです。で、このパーツのこんな向きにして、ここの部分にですね、黒キリンの首にあったパーツ、この走行パーツを外側から取り付けます。まず下側のピンのところに、この2個連結しているものをここに取り付けて、で、上のピンのところに、この大きめのものですね、これ同じように、ここのピン穴のところに差し込んで、これで、いわゆる肩アーマーってとこですかね、そういったものの形状になります。で、さらに、黒キリンの首にあった、このブレードパーツ、これ女の子側の頭部の装飾になりますので、この後頭部の頭髪パーツですね、ここにそれぞれ穴がありますので、こういったところにそれぞれ4枚のこの当て紙って言ったらいいんですかね。まあそういったものを女の子の後頭部パーツにこんな装飾品として取り付けていきます。先ほどもう2枚あったんですけれども、おそらくそれに代わるものとしてこういった頭部の装飾品が付いていると思います。では次に、背部バックパックパーツの一部分も先に組み上げておきます。その時使用するものが、まずこちらですね。あっとるの忘れてました。このバイクのスタンド部分は、これも余剰パーツで必要ありません。で、ここの部分の、まずここのピンのところに、フロントフォークについていたこの黒いパーツですね。を、ここのピンとピン穴で差し込んで、ここのピンのところに、このトゲトゲのシャリみたいなのですね、を取り付けておきます。これ反対側も同じようにもう一個作りますと、こういったものが2個出来上がります。で、一旦これはこの辺りに置いておきまして、次に同じようにバックパックなんですけれども、この尻尾付きの部分ですね、ちょうどこの2本の排気筒のようなものがあるところを上側にしまして、まずここの部分から接合のピンを取り出します。で、これ硬くて取り出しにくいんですけれども、こんな風にピンを出しましたら、この下側のこのピン穴のところに、このパーツですね、これを差し込んで、外側のところにこちらのサイドスカート的なパーツを一旦取り付けておきます。まあ、角度については後で微調整します。反対側もサクッとやってしまいますね。ここの部分とこの部分にサイドスカート的なものを取り付けて、こんな感じの形状にしておきます。で、この両側に先ほど作ったこの車輪付きのものですね、を取り付けるんですけれども、一旦ここでは片側だけ取り付けます。ここの部分に2つピン穴があって、こうデコボコになってるんですけども、デコボコにちょうど合う感じで、ここの部分ですね、ここのピン穴のデコとボコがと言いますか、出っ張りと引っ込みがちょうど合いますので、ここの部分で合わせて接続しておきます。反対側は後で取り付けます。で、これで一応、合体直前の状態が組み上がりましたので、ここから女の子方にいろいろ取り付けていきます。と言いましても、まずはこの頭髪ですよね。この頭部については全部取ります。前側が3個、後ろ側が3個なんですけども、この頭髪パーツを一旦全部取り外します。こんな感じになります。なんか甘さみたいですけれども、すいません。結構この後ろ髪ですね。これだけはこのまま利用します。で、ここに頭髪パーツ類を取り付けていきます。まず頭頂部のこのピンのところに、このブレード付けの飾り物ですね。上から差し込んで、で、後ろからこの先ほど複数のブレードを差し込んだ後ろ髪を、ここの部分に接続。で、まずこの向かって右側のところ、ここに横の髪の毛ですね。これ、形状というか髪型同じなんですけども、頭の上にこういった装飾品がつく関係もありまして、この一個一個の髪の毛の形状が、素体状態と武装状態で全て違うので、こういった頭髪交換の作業が必要となります。で、前髪の、まず向かって右側と、向かって左側をそれぞれ接続。で、最後に前髪正面の部分を取り付けて、これで頭部の武装状態の完了になります。まあ、見ての通り、髪型は変わってないですね。
では次にいろいろ武装パーツを取り付けていきます。まず背中側のこれ2箇所のピン穴に、まあ、何と言っていいか分かんないですが、こういった先ほど外したシルバーのパーツですね。これピン2箇所あるんですけども、この内側向いているものをこの背中のところにこんな感じに差し込みます。ちょうどこれが胸の横側に来るアーマーっぽくなりますね。反対側も同じように取り付けて正面から見るとこんな感じ。で次に腕部ですけれども、向かって右が左腕の肩のところに先ほど作ったこの肩アーマー部分を取り付けて、前腕のピン穴のところにこの黒いパーツ、これがちょっと手甲みたいな感じでこういう向きで取り付けます。で反対側の肩にはこの黒キリンの頭部を接続、後にしますけども、この右腕の甲の部分には例のこの何て言っていいか分かんないんですけども、これを伸ばした武器を最後に取り付けたいと思います。で次脚部の方に参りまして、まずはこの側面からこのパーツ、これがちょうど2本目のピンヒールみたいな感じですねになってここに取り付けます。次にこのつま先部分をここのピン穴のところで取り付けて、次にこのすねの側面のパーツ、これはこのゴールドのパーツをこんな風に横に跳ね上げておいて、側面のピン穴のところにこちらも同様に取り付けて、最後この膝のところにこの膝アーマーを取り付けて、これで片足の武装完了になります。反対側も同じように取り付けます。こんな感じでかなり武骨な足になりましたよね。では最後に背中にバックパックパーツを取り付けます。と言いましてもですね、これがめちゃくちゃ干渉するんですよね。潜在画像ではそれなりにポーズを取ってたと思うんですけども、おそらくこれ取り付けた状態だと、腕部はほとんど動かせません。で、個人的には、この状態で飾っておいてもいいかなと思います。まあ、そんなことはさておきまして、取り付けていきます。まずはこの巨大なバックパックパーツですね。ここの部分のピンを真ん中のこのシルバーのところですね、ここに接続します。もうこの段階で横の黒いパーツが腕部とがっつり干渉するので、かなり差し込みにくいんですけれども、まあ、干渉しないように肩とか腕を避けておいて、こんな感じに接続。まあ、このサイドスカート後で調整します。で、1個残っておりました、このエンジンパーツですね。出すの忘れてました。これも、ここの部分からピンを出しておきます。こんな感じですね。で、これを、今し方バックパック差し込んだ、もう1個上のこのピン穴、ここのところに差し込んでおきます。結構このシルバーのエンジン周りが、全部背中にくっつくんですよね。で、この車輪の部分、反対側を取り付けなかったのは、これを取り付けるためですね。反対側も取り付けておいてしまいますと、非常にはめにくいので。では最後にこちらも、先ほどご紹介したここの左右高さのあるピン穴のところに、こちらの下のところですね、左右高さのあるピンをそれぞれの高さに合わせてここの部分に接続。もうこれもめちゃめちゃ腕干渉します。ここの部分ちょっと映ってないかもしれません。この位置ですね、この位置に接続。でこれであらかた武装が整いましたので、ポージングタオタを整えつつ、でですね、こんな形状なものですから、当然のことながら自立はできないので、先ほどもターンテーブルで直眼ベース使って補助してましたけども、一旦これもこういった補助の軸を使って軽く立たせておいて、で腕につけるこの武器ですね、こちら先ほどご紹介した延長パーツと同じく、こんな風に反転させるとこんな風に伸びるわけですね。で左右それぞれ使って延長してもいいんですけれども、せっかく先ほど伸ばしてたパーツもありましたので、こちらで代用します。ここの部分でこんな感じにこのリングを接続して、ここのピンのところで腕の側面のピン穴のところに接続します。まあちょっとこんな感じに角度つけておくとかっこいいんじゃないでしょうか。でこれをこの腕のここの部分ですね、差し込んで、これで改めてポーズを整えて立たせてあげれば、こんな感じになります。なかなかに武骨な状態ですよね。やはり変形というよりも分解組み替えっていった方が適切な感じなんですけれども、ちょこちょこ余剰パーツがあったとはいえ、バイクの黒キリンと雷神将、まさに雷神将っていう名前がふさわしい入れ立てじゃないでしょうか。ただちょこちょここの状態でもピン穴が余ってますので、こういったこのビリビリの角ですね、こういったものを追加で取り付けると、それはそれでかっこいいかなと思います。改めて横の方から見ていただきますと、ちょっと展示ベースないと自立できないんで、動きはぎこちないんですけれども、こんな感じになっておりまして、結構背後のボリュームすごいですよね。で、先ほどバイクの時もちらっとお話ししたサイドスカート部分のゴールドのブレード部分ですね。この状態で伸ばしますと、この角度からこんな感じに前側にジャキーンと伸びまして、まあこうやってやっておいてもこれはこれでかっこいいかなって気もします。で、改めて後ろの方から見ていただきますと、こんな感じになっておりまして、まあちょっと斜めの方がいいですかね。こちら、巨大な尻尾とか、頭部の縦紙っていうとこですかね。ゴールドの武器っぽいところや、あとエンジン丸ごと背中に背っているってデザインっていうのもかなり重厚感があると思います。で、こちらが見ていただきますと、この腕についてます、このリングですね。今こちらの方が片側の車輪分の4枚に追加で取り付ける4枚を延長した状態ですね。やろうと思えばここからさらにもう4枚、計12個連携させることもできますので、かなり迫力のある武器として持たすこともできます。
ただ両肩がですね、この背中にマウントしていますこのバックパック部分とかなり干渉するものですから、腕についてはこの状態から前後どころか上下の可動もほぼほぼないと言っていいぐらいなんですよね。ですのでこのバックパック部分にはこうやって飾っておくときにはバックパックを外してもうちょっとすっきりした感じの武装にしておくとかなり飾りやすく遊びやすいんじゃないかななんて思います。その上で車輪ですとかそれ以外のシルバーのパーツとか意外と武装のカスタマイズもできそうなので、そういった点でも結構楽しめるキットじゃないかななんて思っております。将軍機対抗棒シリーズ黒麒麟雷神将はこんな感じでしたといった感じでご紹介してまいりました黒麒麟&雷神将、いかがでしたでしょうか。バイクが変形といいますか、バラバラに分解して女の子に合体するというこのギミック、どことなくセイントセイヤ感といいますかシュラト感があって、前段のヨーゼの時もそうでしたけれども、少々余剰パーツが残るとはいえ見事な武装状態の再現だったと思います。ただまあ良くも悪くも武装がごつすぎて、説明書通りの武装をしてしまうとあちこち干渉してあんまり動かせなくなってしまうっていうのは確かに残念なところもありましたけども、まあそれは先ほどもちらっとお話した通り、背部バックパック部分を取り外しておいて、例えば尻尾だけを取り付けるとかそういったことをカスタマイズすれば、この黒ベースに金というかっちょいい武装状態でかなりアグレッシブなポージングで飾っておくこともできます。あと今回のキットにつきましては、とにもかくにも素体状態の新たな試みっていうんでしょうか、その可動のギミックが素晴らしかったですね。潜在画像の段階でも分かる太ももだけではなくって、股関節であったり胸の下の可動であったり、しかもこういったギミックっていうのが思いついたからとりあえず組んでみました感がなくって、きちんと吟味というか精査されて一つのキットとして見事に完成された状態でキット化されているっていうのは本当に素晴らしかったと思います。あまりよそでは見ない画期的な可動とも言えるものですから、このギミックを満喫するためだけに今回のキットを買ってみる価値はあると思います。そして何気にも当たり前になってしまってるかもしれないんですけれども、このお顔ですね、無造作ヘアに今つけてありますのが通常顔なんですけれども、改めてこうやって画面越しにしげしげ眺めてみてもほんと可愛いんですよね。こういったところのクオリティも非常に高くて、見てよし、動かしてよし、飾ってよし、知名度こそそれほどではないかもしれないんですけれども、キットのクオリティとしては大満足のものでした。ちなみに今回のこのキット、いくつかのショッピングサイトさんの方でまだまだ普通に市場の方に在庫があるようです。美少女キットがお好きな方、前例のない新たな稼働ギミック、ああ自分も作ってみたいなって思われた方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。